オーレンとは、近宝外科オーレン族の多年草の一種、学名キャプティスヤポニカ、種商名のヤポニカからわかるように、日本固有種、根形はオーレンという木薬である。北海道南西部、本州、四国の山地の木陰に自生する小型の多年草、新葉樹林に多く、杉植人などにもよく出現するという、市販ものは栽培品である。 高褐色の根茎が伸びて連なるところから中国のシナオーレンをオーレンと言い,い、日本のものも同様に名付けられている。草丈は20センチメートル内外で地中に伸びる根茎の表面は高褐色で内部は鮮やかな黄色をしている。根茎から黄色い細根を多数出し、早春の2から3月頃に影を伸ばす。葉は根質状に出て、葉質はやや硬くて、 ツヤがある。葉の形には変異が多く、変種が認められる。標準のものは1回3出服用で、小葉は乱形で荒い巨子があり、3出上に避けることもある。葉を抜いて立つ高さ15から40センチメートルほどの家系が上の方で3つほどに枝分かれして、そのそれぞれの先に3月から4月頃、直径およそ1センチメートルほどの白くて小さな花を咲かせる。 家系の葉は目立たない。5枚の細長い額片は白くて、花弁状であり、花弁はサジ型でより小さくて、数が多い。雌有一種。雄花には、雄水が多数あり、両性花には、雄水と数個の心側があり、心側は、花後に、柄が伸びて、果実は、車輪状の軸の先に袋がついたような形になる。先端部分は、口が開いている。これは、 メシベの段階から開いているもので、果実時に劣化するものではない。日本産のオーレンは、小葉の切れ込みの形態によって3つの変種に分類されている。薬用植物のため栽培もされる。葉種より収穫するまでに5から10年ほどかかり、栽培技術も要する。薬局や薬店などで根経化。粉末として販売もされている。根はなかなか伸びず、10年で、 せいぜい5から6センチメートルである。オーレン2010年5月撮影本種、および、同族のシー・ジャネンスス、シー・デルイディア、シー・デルイディアの根茎を乾燥させたものは、オーレンという木薬であり、秋に根を掘り上げて、細根を焼いて取り除いた根茎を誹謗し乾燥させた、ものである。 アルカロイドを約7%前後含んでおり、その主な成分は抗菌作用や抗炎症作用等があるベルベリンのほか、パルマジン、コプテシン、オーレニン、マグノフィリンなどである。ベルベリンは、組成分で、口の中の苦味で、味覚神経を刺激し、唾液や胃液の分泌を活性化し、胃粘膜にも直接作用する効果がある。ベルベリンが、胃や腸に働きかけて、消化促進、 食欲増進などに役立ち、腹痛や腹下りを止めたりする、苦み研に成長薬に利用される。また民間では、胃痛、下痢、血膜炎、流行り目、口内炎、高血圧予防、鼻血に効果があり、体の熱を冷ます性質がある薬草として知られ、心のイライラを沈めたりする働きもあると言われている。食欲不振、消化不良、下痢などの効果のために、 オーレンマツは1回量0.2から 0.5g を毎食後に服用するか、オーレンであれば追日治療3から 5g を約 600cc の水で半量になるまで煎じ、食後に3回に分けて服用される。結膜炎やただれ目には、オーレンマツ 2g を湯でよくかき混ぜて冷ました液をガーゼに含ませてから洗顔に使用することもできる。根茎の場合は、1日量治療 5g を約 400g の 水から煎じて半分になったら露回液にして洗浄に利用できる。熱を冷ます効果から胃腸を温める辛い食材を取ると胃痛が悪化する。症状の人や、口内炎で熱くて辛いものが染みる人、のぼせが強く赤ら顔や鼻血の人に良いとされている。一方で、冷え症の人には服用しない方が良いと言われている。漢方医学においては炎症による熱感、のぼせ、 イライラなどを改善する、性熱剤に属し、他の木薬と組み合わせて、ハンゲ写真油、オーレンゲク油、産黄写真油など、写真油るの漢方法剤に使われる。オーレンは、中春の季語とされている。ありがとうございます。